8月15日のアメリカマーケットです。まずですね、昨日21時30分に小売売上高の前月比が出ました。で、予想がプラス 0.4% に対して、結果プラス 0.7% と、まあ、大幅に上回ってますね。で、アメリカってね、自動車がたくさん買われるんですよ。なので、自動車を除いた数字がどうなのっていうところなんですよね。これが、予想プラス 0.4% に対してプラス 1% ということで、まあ、大幅に予想を上回ってしまいましたっていう感じですね。これでインフレ抑えられるのっていうところです。それからニューヨーク連銀製造業景気指数の8月の数字が出ましたが、予想マイナス1に対して結果マイナス19とね、これね、製造業に関しては大幅にね、ぶっ壊れてきてるっていう感じがしますね。で、それからですね、貸し借りアメリカミネアポリス連銀総裁が、まあ利下げまではほど遠いよと。で、利上げが終了したなんて宣言する準備は私にはないっていうね、ことでね。まあ相変わらず高波発言で、声明を出しておりました。追ってですね、指数のショート動画出します。